はい、どうも覆面ぼっちです。今回はこちらティンクル通り2ということで、こちらを開封していきたいと思います。こちらは一番新しい商品になります。最初に出たやつも、持ってはいるんですですけど、まあ、開けてないと未開封状態のままでちょっと保管しておりましたので、一緒に開けていきたいと思います。どうしようかな、まあ、先に新しい方からも開けていっちゃいましょう。ボックス買いをしております。8個入りになっておりますけれども、特にね、まあ、外箱からは何もちょっとラインナップとかは見れないんですけど、はい、まあこんな感じで入っております。まあ、今回のラインナップは炭治郎、禰豆子、義勇さん、そして忍、かなおという全5種類になっております。8個入りなので、まあ、ダブりがあるわけですけれども、どうしようかね、こういうダブったやつとか、まあ、ちょっと開けていこうか開けていきましょう。とりあえず一つずつ出していこうかな。何がダブってるんだろう。これが炭治郎と禰豆子で、また炭治郎と禰豆子がありまして、義勇さんと忍、義勇さんとかなお、どうなんだろう、ワンボックこれがあれなのかな、スタンダードな箱の入り方なのかな。だとするとかなおとかは結構あれなのかな、ちょっとわかんないですけどわかんないけど、ダブリが3つあるわけですけど、なんかね、こういうのもね、プレゼントしますよっつってプレゼントできたらいいんですけどね。なんか、そういう方法ないかね。住所がわからないのに、プレゼントできるみたいなね。ちょっとダブリ、まあね、すごいね、ちゃんとブリスターに入ってますね。はい、炭治郎です。めっちゃちっちゃいですね。全高4センチぐらいの大きさになっております。ちっちゃいね、ちっちゃいけど非常にアニメに忠実に作られているような感じがしますね。すごいね、ちっちゃい割には髪の毛とかもちょっとグラデーションかかってるのかな。素晴らしいですね、禰豆子です。いいですね、カゴに入っておりますけれども、かわいいですね。これも炭治郎と同じぐらいの大きさなのかな。あ、そっか、カゴに入ってる分ちっちゃいのか。いやでもそれにしてもちっちゃい割にほんとすごいな、よくできてますね、本当に。はい、義勇さん。あれですね、あの日輪刀のツバの部分に座ってるっていう感じのポーズですけれども、やっぱりどっちかちょっとアニメに近い印象ですね。いいんじゃないですかね。いやーすごい、なんか眠くなってきちゃった眠くなってきちゃった。まだね、何時だ今、8時前なんですけどね眠くなってきちゃったはい、こちらが忍、なんか珍しいポージングですね。こう片手でちょっとこうね覆うような感じのポーズをしてます。あんま見たことないな。ほほほほほみたいな。義勇さんと同じように日輪刀のつばの部分に乗っている感じになってます。メタリック塗装ですね。義勇さんのはゴールドの塗装になってて、ここが単色か。やっぱもう大体この辺の
グラデーション塗装とかはもう基本の形なんですね。いいんじゃないですかね。そっか、これ第2弾か。イグロさんとかが出るのかなと思っていたんですけど。はい、そして最後、カナオさん。カナオさんね、カナオちゃん。カナオ。眠い、眠いし。あ、ね、こういうガムはね、ガムもしっかり食べてますね。僕はガム大好きなんで。はい、じゃあ最後、カナオさんです。カナオちゃん、また、カナオです。はい。こんな感じですね。あ、これ、細かいな。何が細かいってね、目にの色をこうやってベターって塗ってるわけじゃなくて、ちゃんとね、口のね、筋彫りっていうのかながしてあって、ちゃんとこう下唇の部分にね、こう塗装が入ってるみたいな。こっから見たらわかるかな。いや、ちっちゃいのに、ああ、すごいね。邪魔だな、これ邪魔だな、ちょっと下打ちしちゃった。で、これも日輪刀のツバの部分になってます。これはそんなメタリックな感じじゃない。真ん中は一応ゴールドの塗装が入ってますけど。あー、すごいね。今ってね、こういうさ、ちっちゃいフィギュアとかでも本当にね、昔、うん、そう、まあね、昔とか言わないけど、本当にね、昔、もうね、十何年前とかね、本当に。まあ今そういうのが希少価値が上がってあれかもしれないですけど、もうね、一昔前のフィギュアなんか本当に散々たるもんでしたね、本当に。まあそれも味があっていいんですけど、これはまあ第1弾のトゥインクルドーリーになります。ラインナップとしては、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助。そして、煉獄さんということで。はい。これはね、ボックス買いしてなくてね、どこで買ったんだかな。あれよ。なんちゅうとこだったっけ。もうね、前が出てこねえな。あれです。なんとかみたいな。もうダメだ。年取るともうね、あれとかそれとか。ビレッジヴァンガード。ビレッジヴァンガードで、買いました。炭治郎の、まあ、日輪刀のツバの部分。まあ、構成は変わらないですけれど、髪もちょっとグラデーションがかって、細かいですけれども、顔は最新弾とはちょっと違う。ちょっとこっちの方が幼さが残るような感じですね。ちょっとこっちは大人っぽい。いいっすね。うん、まあいいよね。すげえな。今日ガム何個食べるんだろう。ガム5個、10。10個ガム食べる。10個、今日の晩ご飯でガムを10個食べる。善逸になります。いいですね。泣いてなくてよかったなと思いますけど、パール塗装っぽいような色ですね。こちら禰豆子になります。そんなにあれか、違いは感じられないのかな。顔の造形ですけど、出すけど顔、まあでもこの竹の長さがちょっと違ったりとか、太さがちょっと違ったりとかっていうぐらいかな。伊之助になります。伊之助は自分の被り物の上に乗ってますね。いや、いいですね。
けな。煉獄さんになります。はい。いやーかっこいいね。なんかもっと癖のある顔かなと思ったんですけど、意外にスマートな顔立ちをしてらっしゃいますね。いやーでもかっこいいな。日輪刀のつばの部分もメタリック塗装されてます。やっぱねメタリック塗装があるだけでね、すげえ高級感がすげえ光るもんね。綺麗なこの光沢。はい、こちらはガムになります。ご飯食べてないんで、本当にね、うん、うまい。はい、ということで鬼滅の刃トゥインクルドーリーの1と2の紹介でした。冒頭でも言いましたけれど、このね被ったやつをねどうにかね引き取ってくださる方が考えますね。やっぱりこういうのはね、まあ僕はねもう一通り揃ったんであれなんですけど、やっぱねこう欲しい方とかね、ね手に入れたいけどこう手に入れられなかったみたいなね、そういう方も中にはいらっしゃると思うんでね、なんかそういう方にこうねお届けして、でちょっとこうね共有してみたいな、共有して共有してなんだろうな、こうねフィギュアとかね、こういうグッズの良さを知ってもらってっていう意味です。じゃあちょっとねお腹も空いたんでガムも全部食べて、はい、じゃあ今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。もしよかったら、ぜひチャンネル登録、よろしく。もしよかったら、もし、ぜひチャンネル登録、どっちでもいいか。はい。まあね。はい。バイバイ。バイバイ。